おや？我が契約者、こんなところで顔を見るとは。まったく、何をしているのです？私の通る道にわざわざそうもほうけた表情で、五体を放り出しているのは。何なのです？まさかとは思いますが、信仰のつもりとか？不要です。私は契約者に信仰を求めはしない。しかし不思議なこともある。道を進んでいただけで偶然あなたに会うなどと。そんなことはどうでもよろしい。何です？私に言葉をかけるということは私の貴重な時間を奪うということ。今日の私はちょっぴり忙しいのです。わかりますか？周囲はバレンタインデーなるもので浮かれていますが、この霊気の私は無論浮かれません。ですがせっかくなので下々に施しをしてやるぐらいの慈悲はあるのです。生意気なファラオやパルスの宮兵、それに砂漠の夜の物語を紡ぐ女、おせっかいを焼いてくるマハトマの女にも、異教の甘味をあれしてあれしたものなどくれてやろうかなと。そんな風なことを考えて歩いていた私の時間をどういった理由で奪うのです？私は神格こそ有してはいませんが、大いなる権能を有した神霊と呼べる霊気なのです。例えばあなたの質問がこの私の機嫌を損ねてしまえばどういったことになるか、どういった恐怖が、絶望が、暗黒が、死よりもなお暗いものが待ち受けているのか分かった上でのことの葉でしょうね。そうですね、契約者。見上げた精神力です。そこはちょっぴり褒めてあげましょう。何です？異教の甘味、チョコレートなるものをあれしてあれして作ってみたらこうなった。なんで、なんでこうなったのです？カカオと砂糖とミルクと普通のものしか、私は材料に使ってないはずなのに。私にもわからないことはあります。どういうことなのかさっぱり。異教の甘味の道は奥深すぎます。
のですか。食べるのですね。さすがは私の契約者。ありがたいことだけはわかるこれをあえて食べる。私はあの生意気なファラオ他もろもろにはありがたい置物として渡すつもりでしたが、食べることを選ぶ。気に入りました、契約者よ。ああ、通常霊気の私であればこういう時どうするものか。いえ、何でもありません。その覚悟、受け取りました。不詳、ニトクリス・オルタが共に参りましょう。では、せーので言ってみましょうね。よろしい。では、行きますよ。行きますからね。一気に全部いただいてしまいましょう。せーの。偶然とは偶然のことです。